ニューヨークでは新型コロナウイルスの影響で3月から閉館していたメトロポリタン美術館がおよそ半年ぶりに再開しました。27日、ニューヨークのメトロポリタン美術館がメディアと会員に限定して公開されました。29日からは一般公開も始まりますが、予約制で定員の 25% まで入場を制限します。こちらの QR コードを読み取りますと、個人のスマートフォンで音声ガイドを聞くことができます。これまで貸し出しとされていたイヤホン付きのガイドは感染対策のため廃止したということです。またマスクを義務化し、他人との距離を保つことも促しています。館内では創立150周年の歴史を伝えるアートなどが展示されています。